自動車、オートバイオートバイの種類クルーザークルーザーとは、オートバイの車体形態の一つで、起伏が少なく直線が長い道路を巡行することに、重点を置いた、車体構造を持つ車種、並びにその特徴を模倣したものを指す。北米大陸の風土の中で発達し、ハーレー・ダビッドソンやインディアンなどのアメリカ合衆国製のオートバイに代表されることから、日本ではアメリカンバイクなどと呼ばれる。 米国製クルーザーの一例。ハーレーダビッドソンソフテールヨーロッパ製クルーザーの一例。モトグッズカリフォルニア日本製クルーザーの一例。ヤマハドラッグスター1100クルーザーは、舗装路を走るために作られたオートバイの一、形態であるが、いわゆるロードスポーツのオートバイとは一線を画した、独特の外観や特徴を持つ。起伏が少なく延々と長い直線路が続くような、 米国大陸によく見られる風土の中をゆったりと巡航するのに向いた車体特性やエンジン特性を持っていることからこのように呼ばれる。クルーザーは1930年代からハーレー・ダビッドソンやインディアンなどの米国のメーカーで製造された車種によってその特徴が確立され、現在でもそれらの特徴を強く意識したクラシカルな外観や構造を持つものが多い。 車体に搭載されるエンジンも最新の機構を満載したようなものは少なくむしろ伝統的な機構や形式を熟成させたものが多いしかしその限りではなく伝統的な特徴を残しつつ近未来的に発展させた外観を持つものやより現代的で高い性能のエンジンを搭載するものも登場してきているトルク重視型のエンジンやそこから生まれる音や鼓動感 そしてゆったりとしてせかされない乗車姿勢や車体特性といった他のジャンルのオートバイとは違った魅力から世界中に多くの愛好家が存在し日本やヨーロッパなどの各国メーカーでもこのクルーザーに該当する車種を製造を販売している日本では米国製オートバイが由来であるという理由からアメリカンタイプやアメリカンバイクなどと呼ぶことが多かったが近年では 米国以外で製造されたクルーザーも増えたことや、米国製オートバイがすべてクルーザーに該当するとは、限らないため、日本でも、クルーザーと呼ぶ場合が増えてきている。ここでは、他のジャンルのオートバイに比べた場合に、多くのクルーザーで見られる特徴を述べるが、必ずしも当てはまらない車種も存在する。比較的車高が低く、キャスター角が大きくトレール量が多いため、ホイールベースが長い。 こうした特徴により、旋回性能よりも直進安定性に重点を置いた車体となっている。また、同程度の排気量で比べると車重が重い傾向にあり、取り回しが重い欠点をもたらす反面、巡航時の安定感が高い。搭載されるエンジンは、高回転域での最高出力よりも、低中回転の実用域でのトルクと扱いやすさを、 優先させた特性とされることがほとんどである。伝統的に空冷4ストロークの V 型2気筒が採用されることが多いが、この限りではなく、排気量の小さなものでは2ストロークエンジンを搭載するものや、大きいものでは自動車用の V 型6気筒や V 型8気筒を搭載するものまである。シートの高さが低く、ハンドルバーが高い傾向にあり、乗車姿勢は 状態がほぼ直立となる。ステップは前方に配置され、膝の曲がりがきつくならない姿勢となるものが多い。これにより、市街地やカーブの連続する道での機敏な車体操作が行いやすい乗車姿勢というよりも、直線が長く続く道で腕や足にかかる負担が少ない、疲れにくい乗車姿勢となっている。また、比較的幅の広いハンドルバーや風防を装備したり、 タンデムシートに CC バーと呼ばれる背もたれを装備して、巡航での乗員にかかる負担を軽減する作りとなっている車種も多い。シート高が低めで比較的扱いやすいことから、日本ではスポーツスタートストリート750が教習車として多く導入されている。クルーザーをベースとして、ユーザーが改造したり、メーカーが共通のエンジンや車体を使って違った。 外観を持つ車種を用意している場合もあり、細分化することもできる。AB ヤマハ発動機株式会社、バイク用語辞典、クルーザー。ありがとうございます。